クリスチャンの寄り道をお聞きの皆さん、こんばんは、こんにちは、谷口元子です。今日は焦ったけれど神様によって守られた経験というタイトルでお話をしたいと思います。これは前に住んでいた山梨県甲府市でのことなんですけれども、ある時、仕事で、少し遠いところに出かけていました。それは、大体自分の家から車で1時間ぐらいのところだったんですけれども、そこで仕事をする前に、あるコンビニで、休憩をしました。時間調整のためだったんですが、車から降りた時にシューという音がしているのに気がつきました。それは車の下の方から聞こえてきているような気がして、タイヤかもしれないと思ってこう見たんですけれども、あまりよく分かりませんでした。そしてそこでこう飲み物などを買って、その後車を走らせ始めましたけれども、その時に、ハンドルがこの片方に、こう取られるような感覚をわずかにこの感じたんですね。で、先ほどのシューという音も気になっていたので、また近くのところに、この空いてるところに止めて、車の下を見てみました。そうすると、確かにまだシューという音があるこのタイヤのところから強くしているということに気がつきました。で、これはこのおそらくパンクに違いないと思ったんですが、しかしこう仕事が始まる時間がこう近づいていて、どうすることもできず、とにかくまずそこの仕事場に、そこからだいたい約5分ぐらいだったんですけれども、車で行って、そして一つ仕事を終えました。で、そこから実はその後、約40分ぐらいまた車で走って別のところでこう仕事をする予定があったんですけれども、その間、車のハンドルはこうさっきよりももっとこう強く取られるような感じがあって、これは本当にもうパンクだと。で、パンクした後そのままこう車を走らせていると、こうタイヤやまたこのタイヤとかこのいろんなところにこう不具合が出るということも聞いていたので、もう早くどうにかしなければならなかったのですが、しかし次の仕事の時間が非常に迫っていました。で、私は本当にこう祈りながら、どうかこうとりあえずその仕事の場所までこう無事に着けるように、またその間こう車がこう別のところがよりこう悪くなってしまわないようにということを祈りつつ向かっていました。そして、どうにか、到着して、もう一箇所での仕事を終えて、あとは家に帰るんですけれども、もうその時にはこうゴツゴツした感じ、こう走っていてもこうタイヤの空気が抜けているためか、道路のこう凹凸をこう開いているんではないかと思えるぐらいこうゴツゴツした感じがあって、もうこれは本当にまずいというふうに思いました。で、もうこう焦るように祈っていたんですが、もう時間も実はその時夜の8時を回っていて、まさかこんな時間にどこかこの空いてる修理工場や、もしできればこうガソリンスタンド等でも見てもらえないかと思ったんですが、田舎だったのでもうガソリンスタンドですら閉まっているところがあるような状況でした。そして、もうこれはこう絶望的、どうしようかと思いながらゆっくりとこう車を走らせながら、帰ろうとした時にですね、すぐそこに、自動車修理工場という、看板を掲げてある、大きな建物が見えたんです。でも、そこの工場は全体がこう真っ暗にこの日が落ちており、これはダメだと思った時にですね、その真ん中あたりに事務所のようなところがあって、そこだけ、小さく明かりがついて、ドアが開いているのが見えました。
それで私はこれは本当に助けかもしれないと思って、そこにこう飛び込んで、すみませんというふうに声をかけたらですね、その事務所にその修理工場の社長さんがおられて、そして車を見てくれるというふうに言ってくれました。そしたらですね、その方が車を見て、少し見てくれた時に、スペアタイヤが入ってるっていうのに気がついてくださいました。で、貨物用の車だったので、私もどこにこのそういったものがあるのか全然ちょっとわからなかったんですが、その方がそれを見つけてくれて、そして、急遽そのタイヤに付け替えてくれました。そしてですね、今日のところはしっかりとこう調整できてもいないので、無償で構わない。その代わり、すぐに、次の日タイヤを変えるようにっていうふうに、その方はおっしゃってくださって、快くこの私の方を送り出してくれました。本当に間一髪でした。ずっと車に、乗っている間中、どうにか助かるように、車が、壊れてしまわないように、助けが与えられるようにということを祈っていたのですが、まさか、本当に、たまたまそのような方がそこにおられて、それも私の帰り道の、その仕事場から出て、本当に2、3分しか行ってないところでそんな方に出会えたということにすごく感激しました。祈っていてよかったなというふうに心から思いました。すごく神様に守られたことを今でも心から感謝しています。私の話を聞いていてくださりありがとうございました。それではまたお会いしましょう。